はい、大丈夫です。待ってます。近くで時間を潰してますね。場所は、プロデューサーさん、お疲れ様です。いえ、時間のことでしたら気にしないでください。ここで読みたい本を読んだり、欲しい本見つけるのがとっても楽しいので。時間はいくらあっても足りないくらいです。ん？何かありましたか？あ、やっぱり連絡いただいてたんですね。こんなに前から、すみません。私、集中してしまってたみたいで。ありがとうございます。いえ、それはまたここに来れば大丈夫ですので。それじゃあ私、本を片付けてきますね。移動して打ち合わせ始めちゃいましょう。ん？はい、どうかしましたか？なんだかそんな風に改めて言われると恥ずかしいです。でもそうやって見ていてくださるのはとっても嬉しいです。いつもと違った私でも、プロデューサーさんのご期待に添えるよう頑張りますね。いい香り。なんだかお仕事を頑張った分、癒されますね。え、そうなんですか？そうですか。でしたら、よかったです。少し付き合っていただいてしまって悪いなと思ってたので。ありがとうございます。私、お花屋さんによく来るんです。嬉しいことがあった日とか、何でもなかった日とか、その日の気分のお花を買ってお部屋に飾るということをやっていて、それである意味日記のようなものと言いますか、そういうことが私の中で最近のブームになってるんですけど。って、すみません、またよくわからない話をしてしまって。プロデューサーさん、はい、ありがとうございます。それじゃあ、今日のお花、決めました。買ってくるので、少し待っていていただけますか？
今日はプロデューサーさんにもう一つ私のことを知ってもらえて嬉しかったです。だからそんな気持ちがこもったお花にしました。